朝のルーティーン。みょうがが今日の庭の味。発酵。みょうが三昧が始まる。納豆と味噌汁の薬味。冷ややっこの薬味にしてもいいかと。なめくじが張ったりすると、生で食べるのはちょっと危険なのかもしれないが、生で食べてしまう。森林哲学では、虫よけと読者の森林浴の話を。今日も庭が気持ちいい。